はい、激辛マニアユッキーです。今回も食べていきましょう。地獄の担々麺のごま流の、アシュラのセカンドというのが、ここに2って書いて、セカンドって書いてあるでしょ。これ以前1年前ぐらいに同じやつが出たんだけど、なんか辛さレベルがアップしたっていうことを書いてあるんで、まあ買ってみました。本当にレベルアップしてるのかわかんないんだけど、ああもう鼻水が、鼻うがいね、するといいって言われて、生理食塩水作って鼻うがいしたんだけど、なんかなんか余計なんか鼻水が出てくる。鼻うがいなんてしたことなかったからさ。いつも手洗いうがいだけで終わってたんだけど、鼻うがい、最近結構くしゃみが出るんで、もしかすると、ね、花粉症の花粉症になった可能性があります。今までなったことなかったんですけど、まあ、毎年なんか花粉がひどいひどいって言われてますからね、なってもおかしくはない。麺は太めです。前回食べた、カラカラウヨよりも、あれだね、太いね。いただきます。麺だけ食った感じだとそんな辛くないよね。前回のカラカラウオと同じぐらい。まあ、結局スープなんだよな。前回1年前ぐらいに食ったやつと（咳）やっぱこれあれだ、咳込むんですよ。すすると咳込むんですよ。最近年のせいか、咳込むのが多くなりましたね。うん。で、うちのばあちゃんが80歳ぐらいなんだけど、やたらに咳込むんですよ。んで、俺の父親が、切れてて、いつもなんかすげえ切れるんですよ。そのばあちゃんに対してね。なんでそんな、食べ方して、毎回咳込んでんのみたいな。
なんか、まあ、その理由が分かりました。なんか、年を取ると、咳込みやすくなるっていうのは、これなんでかっていうと、俺も知らないです。まあ、辛いものは特にね。うん。辛いものだと特に気をつけて食べないと。この期間に入ったこと、期間に入ったって、とんでもない、とんでもないことになるから。別になんか味変わったかな、よくわかんねえんだけど、そうだ。昨日、カラカラウオ食べたんだけど、結局、便秘解消にならなかったですね。出なかったです。あ、こっちあれだ。こっちの方が辛い。こっちの方が辛いな、多分。辛い、うん、なんかね、辛いんだけどなんか甘さがあるんですよ。なんかごま、ごまドレッシングみたいなのあるでしょ。あれのごまの味がすごい。ごまドレッシングのごま感が あって甘さ、そのごまの甘さだな。ごまの甘さ、辛いんだけど甘い。うん、あ、甘さと辛さが同時に、うん、やってくる。うん、これ辛いわ。辛い。これは辛い。ただ、このごまの甘さがなんか、なんかすっげえ甘いな。ラーメンなのにこんなに甘いのって。少ないよ、多分。ここまでごまの風味あるラーメンもなかなかない。このごま流の無限ってやつはとんでもなくまずいけど。罰ゲームとかじゃなくて、拷問レベルの辛さ。
これぐらいちょうどいい。まあもう二度と行かないけど、あそこは。絶対。そもそも値段が高いんだ。だって。ごま流の、無限が値段1100円ぐらいするんですよ。ラーメンに1100円出してわざわざ辛いの、食って、しかもまずいっていうか辛すぎてもう味が意味わかんねえって。なんか金を、払って、ド M な人がさ、金払って無知に打たれてるようなもんだよね。風俗行って、そう言って、SM クラブ行ってさ、金払ってさ、尻叩かれたりさ、してるのに近いね。これ拷問です。無限はマジ食わん方がいい、あれは。少なくとも、今俺が一番、辛かったラーメンはあれ。地獄の担々麺ごま流の、無限です。北極ラーメンは、まだ、まだ可愛く見える、ね。でも北極ラーメンでも10倍とかあるよね。それ頼んだことないからわかんねえんだけど。まあ、頼む気にもなれないね。多分、あれ以上いったら多分、もう、拷問になるからね。おそらく。拷問。になるんで、まあ、YouTuber のそのネタ的にはいいんだけど、俺別にそんなの、しなくていいかなって。しかも動画に残すとしても、あれ、店内の BGM 拾うとさ、店内の BGM 拾うと、あれだから、クリショーの対象外になって金は、もらえねえから、著作権がどうたらこうたらで、その、店内の BGM を拾って、著作権侵害で、収益化の対象になりませんと。とんでもない、厳しい、ジャスラックが。ジャスラックも。あれだよな、ジャスラックあれと同じような。NHK と同じようなもんだな。うざい会社の、ナンバーワンぐらいでしょ。ジャスラックと NHK。まあ、NHK 受信料俺払ったことねえけど、来るんですよ。俺も大阪に住んでた時、今は東京に住んでますけど、大阪に住んでた時からもう払ってなかった。来るは来るんだけど、全部ダメっつって、嫌だっつって、言ってましたからね。あともう一つ、あれ払ってなかった。町内会会費とかいうのが、あるじゃん。いや、東京の高校来てから一切ないけどね。町内会の会費をなんか集めに来るんですよ。変なクソババアが。80歳か90歳ぐらいのババアがさ、来るんですよ。
で、毎月毎月来て、町内会費よこせって言ってくるから、だってさ、そもそも町内会費って、なんであれ必要なのって話。ね。ゴミとかさ、マンションでさ、で、マンションの管理人がさ、ちゃんといてさ、ゴミとかのさ、収集業者とかもいるわけじゃないですか。あとなんだよって話。だって、法律的に、ググったら払わなくてもいいらしいんで、あれ、もう払ってないです。東京に来てからは、一回も来てないです。町内会費。大阪にいた時にマンションで住んでたんだけど、来るんですよ。クソババアが。だいたい毎月3000円ぐらい。毎月3000円ぐらいだかな、確かな。3ヶ月で3000円だからだったが、一月1000円ぐらいかな。全部、スルーしたからね。いや、そんな金ないんすよ、って。マジで金ないんすよ、俺。言って、事実なかったんだけど、レイクから借りてたぐらいだからね。レイクから借金30万ぐらいしてた人間だからさ。事実的にないんですよ。なかったんだ。うん、これは、はい、完食。これは、80ぐらいかな。80。辛さ度数80。ご視聴ありがとうございました。